NGC5005 は、両剣座にある渦巻き銀河である。比較的明るい銀河角と明るく数本のゴミの帯を含む銀河円盤を持つ。この銀河は、高い表面高度のために、アマチュア用の大きな望遠鏡でも見ることができる。NGC5005 までの距離の測定結果には、1370万パーセクから3460万パーセクまで幅があるが、平均で、 約2000万パーセクである。NGC5005 は低電離中心核基線領域の核を持つ。ライナー核は弱イオン化ガスを含む。ライナーからの放出のエネルギー源については盛んに議論されており、超大質量、ブラックホールを含む活動銀河核や星形成がエネルギー源になっているとする主張がある。NGC5005 の X 線観測により、 核の中に高度が変化する天井の高 X 線源があることが明らかとなった。この結果は NGC5005 が超大質量、ブラックホールを含むことを示唆している。強く変更する X 線放出は活動銀河核中のブラックホール外側の厚く凝縮されたガスから放出されるものである。 NGC5005 と近隣の渦巻銀河 NGC5033 は物理的な銀河体を形成している。この二つの銀河はお互いに弱い重力的な影響を及ぼし合っているが、超積力によって破壊されるほど近い位置にはいない。ウィキメディアコモンズには NGC5005 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。